今回は、終盤のガビに対するみんなの反応を集めてみました。チャンネル登録・高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。このガキ強すぎる。サシャを殺してイレンの首ぶっ飛ばしたガキ。サシャの時もそうやって撃ったのか。おい。本人も謝ったし家族みんなに許してもらえたしれでこの話はおしまい。わだかまりが残ってるな。サシャも外に行って戦士を殺した。それをサシャ父は理解しているからこそ復讐の連鎖をここで終わらせることにしたんだろうな。まああれ側のミカサポジだからな。ライナーやエレンみたいな部分もあったしちょっとこの子化石さえすぎるのでは。射撃の腕良すぎる。まるでサシャみたいだ。ずっと殺人術を教えられてるキリングマシーンみたいなもんだし、子供の中でとはいえ実力トップそうだもんな。ガビちゃんの成績はわからないけどベンジャミン君は射撃能力で内定もらったしガビ並みに射撃うまかったんだろうな。まだこのガキを許せない。森から出るんだ。出れなくても出ようとするんだ。このガキ容赦なく撃つよね。一度タガが外れるとってやつだよ。射撃能力高いベルトルトと勝負したらいい勝負しそうだわ。ガビもう半分条件反射で撃ってるんだろうなと。優秀な兵士だったし12で戦争の最前線で戦ってるような子供だからね。戦士候補生はマーレ人と違って視線をくぐり抜けてる。フロック相手に撃つのを躊躇する理由ないでしょ。相手が殺しに来ている以上まあ撃つ。こうして見ると RPG のキャラ交代感があるな。ライナー一族優秀だな。殺すたびに曇っていく少女狙撃手いかがです。画像フロックなのかアルミンもぶっ殺したのかと思った。まあアルミンはアルミンで蜂の巣の人事不詳なんだが水ぽちゃだからセーフ。ユニークキャラ特攻。相変わらず仕留めるのがうまいなガビちゃんは。嫌われ者のフロックを撃ち落とすことでサシャ射殺で下がったガビちゃんの好感度を上げる寸法よ。酔いが覚めたってだけで戦闘技術は身に染みついてるんだろうな。バリバリ戦場で戦ってたガキだしな。でも一番曇らせたいキャラはライナーなんでしょ。最近はフロックも気に入ってそうな気がする。ゲーガー派のリーダーと副リーダーを撃破とか戦績すごすぎでしょ。ガビがすっかり凄腕狙撃手になってるけどなんか大事なとこで外しそう。ガビはもともと超優秀な兵士だよ。そこは初登場時から一貫してる。初登場から敵の前線単独で崩したからな。ガビはもう巨人にならない方が強そう。射力用の狙撃班だな。サシャ殺したガビちゃんがサシャが生きてたらやってたであろう役割果たしてるのいいよね。滅ぼされる側のガビちゃんがフロック撃つのは全然おかしいことじゃないからな。ちょっと活躍しすぎてるだけで。まああれ側の次世代主人公ポジだ。活躍しすぎてダメということはない。エイム力高すぎる。こいつの射撃の腕と度胸になんかしらの設定的な裏付けが出てきそうな勢いで怖い。戦士候補生ってだけで十分じゃねえかな。度胸も射撃も前線で培ったりしたんだ。最前線で戦っててこそ度胸なのは最初にやってたし。射撃の訓練も戦士候補生はやるのだ。肝心な時に撃てなくて味方に被害出るより好感持てる。そういう点でファルコもやっぱり戦士候補生なだけあるような。覚悟が決まってるし行動が早い。よく考えなくてもこいつ一人で走行列車無効化してるからな。すっかり忘れてるだろうがガビはマーレの少年兵の中でも屈指の実力者だ。この年で鎧の継承ほぼ確実とか言われてたんだぞ。射撃競技みたいな構え方してるし柵で重心支えてるし本気すぎる。ガビのスーパー狙撃キャラ固まってきたな。これからもは動かすんだろうな。マーレ側の英雄すぎる。狙撃って普通の戦闘より殺しの実感がはっきりしてるからメンタルきついらしいね。誰がやったかわかるからくっそ恨まれるらしいな。小耳に挟んだ程度の情報だけど狙撃手は敵に捕まると生産臨時らしいから自決用の毒薬が支給されてるとかなんとか。ガビは強靭な精神力と高い戦闘技術、そして神の加護を受けたマーレの盾がいる。心配ない。ひらめいた。広角機動隊の斉藤さんが言ってたね。狙撃という行為それ自体が仲間殺しの代名詞だから報復として必ずその場で丸される。だから狙撃手は捕虜にはなれないって。ハガレンのホークアイか誰かは全く真逆のこと言ってた気がする。狙撃手と錬金術師ほど自身の行動が殺人に明確に繋がってることはないって病んでた気がするが。引き金を引いたら相手が倒れる。人が倒れる映像を見てるって感じのこと言ってたよね。確かに感触は残らないって言ってたが、大佐は一目見てホークアイの目を人殺しの目と言ったあたり、内心相当積もってたんだろう。大佐に欺瞞嘘だなって即見破られたやん。
暗い性格になることが多いとも聞く。食事も頼み方がワイワイ一緒に食ってる時、輪に入りたがらずぼっち飯の方が好きな奴が多いとか。つまり俺らは生まれながらのスナイパーだ。何一つ狙った獲物を仕留めたことはないけど、むしろ世間から蜂の巣にされてるけど。どこぞの山猫みたいだ。対象と距離あるからまだマシなはず。お互い顔見える距離で撃ち合ったり、ナイフで刺し合う方がはるかにきついんじゃなかったっけ。命を懸け合った、いわゆる異常精神状態で殺し合う前線側と比較的安全圏から、でも確実に一撃一撃で命を奪っていく狙撃側じゃ別々の方向性で心を病む前者は平常感覚を失って、後者は殺人や味方の死に対する罪悪感に苛まれる。実際の戦場だと、前線の兵士はごくたびの興奮状態で自分が死なないために撃ってる感覚だけど、スナイパーの場合、比較的冷静な状態で相手を殺すために撃つ感覚だからきついんじゃなかろうか。なら一番辛いのはミリタリースナイパーよりも法執行機関のスナイパーだな。警察特殊部隊とかの所属はやられることはないので、できるだけ近くに陣取って一方的に射殺するわけだし。法執行機関のスナイパーの方がまだ気が楽な気がするぞ。彼らが出てくる幕では相手は明確な犯罪者であって、職業として対峙している善人かもしれない敵ではなく明確な悪人なわけだしさ。まだ自分の行為がきちんとした裏付けのもとで正当化できる分マシだと思う。それに最終手段の射殺で幕引きを図るよりも凶器だけ破壊とか、すぐ確保できる上に確実に爆発物とかもなければ急所を明確に外してとかのケースも結構あるだろうしね。仕事での狙撃とは全然違うと思うがな。戦争っていうある意味周りが狂ってるような場所で孤独に狙撃って狂いきれないまま狂っていく感覚になりそう。ちなみにソースはこれね。太プスわらわらわら。アマゾン。こう。ジプ戦争における人殺しの心理学、筑摩学芸文庫、デイブ・グロスマン、ドプミンナも自粛中に読もうね。電通も舌を巻くほど巧妙なステマ。ぶっちゃけ殺人に関しちゃ距離とか関係なく精神病むみたいよ。ドローンの遠隔操作で爆弾落とす仕事の人すら、殺人終わった後に家帰って家族と楽しくご飯食べてる生活のギャップに精神やられるらしいし、怒りや憎しみ、あるいは自暴自棄みたいな強い衝動がなきゃ人は殺人に耐えられんみたいね。基本的に二人乗り以上の戦車とか横に並んでの一斉射撃とかって、物理的な効率だけじゃなくて殺人を曖昧な連帯責任にする意味合いが大きいんだってな。全く気にしない人も一定割合はいるけど、大多数は戦争だろうと人殺すと凹むので、そういう配慮をしないと軍全体の士気が大幅に下がる。フロップって嫌われ者なの？番応援してるのあいつなんやが。ワインの士気があるからな。割とヘイトは稼いでると思う。ワインと相当殺しは、エレンはやむを得ずって判断だろうけど、フロックは本気で死んで当然と思ってやってそうだもんな。愛着があった人からヘイト買うのはしゃあない。ワインはまあ黙認してたからあれだけど、芸術爆発はフロックのせいじゃないぞ。ザックレイを吹き飛ばした者もいるって言い方からしてフロックの指示じゃない。あれはここにはいないけど、相当を吹き飛ばした者も他にいるって意味じゃない。イェーガー派に指示を出してた実質的なリーダーはフロックだったと思ってるわ。ワインに関してはリヴァイの部隊には黙認どころか完全に関与してると思うけど、若い調査兵が調達してたし、カンのジークとの会話で巨人化のこと知ってたし、しかも瀕死リヴァイの姿を見た時の態度見てると何の罪悪感もなさそう。ジークとやれないたわけでもないのに、あの反応は素でこうなって当然だって思ってそう。とうとうの人たちを守るって大義名分があるとはいえ、えげつないことしてるのは確かだよね。でも俺はフロックが作中で一番好き。わかるぞ。能力雑魚だろうが歪んでようが何が何でも使命を果たすって信念一貫してて好き。兵長とかめっさ恨んでてもしゃあないからな。部下を皆殺しにする原因の一人だし。今でもカエルは好きになれないわ。美味しいよ、むしゃむしゃ。自分も食べたことないけど、白身魚と鶏肉の中間の味らしい唐揚げか、戦争中の暮らしの記憶に乗ってる人参ごったに鍋で食べたい。小さい時は触れたんだけどな。大人になると虫と一緒で無理になる。カエルは可愛いけど、軍曹は嫌い。軍曹は好きだけど、シンケロロ嫌い。人それぞれ。君が好きならそれで良いんや。自分はシスコーン派。好かれてもいるし、嫌われてもいる。俺は大嫌いだったけど、今は一周回って好き。なんでこうなったのか理解できるし。畜生だとは思うけど、俺は好きだし、生き残ってほしいよ。俺は嫌いだけど、本当の最後まで生き残ってほしいと思ってるぜ。シリアルの代名詞なだけあって美味しいと思うよ。ついでにタルタルと俺をも好き。生かされなかったけど、ベルトルトも射撃に長けてたから、ベルベルもこれくらいの実力だった可能性はあるよね。でも今回の銃弾はクリーンヒットしてなかったから、フロック生きてるやろな。自分の意思ありまくりだけど他人の影響受けやすいベルトルト。
ベルトルトってネタにされること多いけど、気で大だし本気出せばミカサとやり合えるくらい強いしめちゃくちゃ優秀だよな。訓練兵時代も覚悟完了してたらもっと上行けてたかもしれないし。総合力の高さならミカサに次ぐレベルだろうな。メンタル以外本当に欠点がない。むしろ配点が立体軌道偏調でなく総合力ならミカサの順位は結構下がるかもしれん。ステータス運に全振りしてっからな。フロックあの程度じゃ死なねえ。これは狙撃の王様、狙撃キングの正体ガビで確定。狙撃の島ってそういう、のび太が訓練したらガビ超え余裕だと思う。そもそも別作品のキャラクター出してしかも訓練したらってなんやねんわの繋げ方下手すぎかよ。サシャ殺してエレンの首吹っ飛ばして隊長格のフロックを撃ち抜いただけのガキ、十分すぎるほど有能で草。有能すぎて舞台装置感。でもそう言っちゃうと兵長もそんな感じだし。兵長は強さの裏付けもあるし武器の性質的に制限や有利になるための過程がある。ガビは子供で毎回最後にさらっと大物買って良いとこ持ってくから雑に天才だなと感じる。兵長よりかはマシ。しかも両思いの男の子はアギトの巨人の継承者。何この子強い。これでもうちょっと美少女なら無敵すぎた。美少女だろ。レストランのシーン見直してみろって大変なことになれる。レストランと動く曇ったり、プルプルファルコの告白あたり、ライナーの介護、ファルコと食べるパイココあたりの場面で大変なことになった。アニメでヘイトが集まるのが楽しみ。巨人化したナイルさんを忘れてもらっちゃ困る。狙撃経験を減るごとの表情の変化、心情の変化がいい。でも描写的にフロック死んでなさそうだよね。サシャは殺したのにって思うとやっぱムカつくわ。まあフロックを狙ったんじゃなく右腕を狙ってるからね。つか飛んでるのに右腕とかすごすぎ。走行列車無力化とか言ってるけど便衛兵でしょ。無垢爆弾を首都でやって無差別虐殺してる国の手先なだけはある。同じことをパラディ島でやろうとして失敗したのにやり返されるのは嫌ってのは笑えるな。所詮悪魔の末裔なんてこんなもん。世界中の軍事基地潰すって案をガビが出してたけど、それを採用してもガビみたいな便衛兵がテロ起こして重要人物が殺されたらそれだけで島終わるんだよね。毎回思うんだけど便衛兵って言葉覚えて使ってみたかったんだな、こういうやつって。トイレに駆け込むのか。エレンがレベリオでやったことも便衛兵と同じことだと思うけど、傷病兵になりすまして破壊活動&奇襲行為、森から出るよう努力するんだ。ガビが作中で成人になることはないんだろうな。きっとエレンみたいに目の据わった女になる。撃った時の表情なんだか興奮してくる。巨人化して巨大銃使う展開とかあるかな。今度はガンダムにジャンルチェンジするのか。ガビンダムジュナメス。最近さ人類強くね。まあ壁さえあれば十分な戦闘力な人型武装ヘリみたいな奴らだけど、今まで猛威を振るった鎧と目型が負けるのはなんか好感動いたしました。実際雷装って今ある武器としては何が近いの？戦車砲？普通にロケットランチャーだと初期の大砲より弱そうだけど、小型化したバンカーバスターと思っていいと思うよ。あれぶっ刺して爆破させるのは同じだ。弾丸を撃つたびに物語を動かす女。ライナーとエレンの子供がガビだろ。優秀に決まってんだろ。どちらがママですの？ライナー。ママ。アニマン人も行くところまで行きすぎだろう。アニメのガビちゃんすっげー可愛いな。からの原作ガビちゃんの可愛さに気づくす。ガビ山先生のガビってガビちゃんから来てると思っておりました。由来は単にガビちゃんの髪型と似てるからだったはず。そっから奇跡のマリアージュでパンツガビガビ山先生が爆誕した。何の悪感情も湧かずにガビの狙撃を見られるようになるとはな。ハンジにはてめえ所属どこだとか、フロックが死んだらこの状況下で誰が島を導くと思ってんだとか、たくさん言いたいことが浮かんだけど、俺も射撃くらいできます。彼に敬意をパンパン。しまった外した。戦士候補の、で実戦積みまくってるから弱いわけがなかったわ。フロックがかわいそうで仕方ない。党を守るために命かけてんのに裏切り者どもが邪魔してくるとか。俺はフロックだけがかわいそうとは思わん。あの場ではみんな誰かを守るために戦ってる。しかもフロックはマーレ奇襲で不要な爆破とかやってるし、ワインで仲間を巨人にする手助けしてるし、みんなと同じく酔っ払ってる。巻き添え食らったリヴァイの部下みたいなケースは悲惨だしかわいそうだと思った。だけど本筋の狙われたキクシス島の上層部はヒストリア犠牲案に加えてエレンまでためらいなく殺そうとするからね。世界の行動やジークの寿命など時間がないことがわかってるが、権力のないフロックからしたらそれらは敵も同然みたいなもんだし、その方法以外にうまくクーデター起こして成功する方法あるかって言われたら困るのが辛いよね。むしろフロックは酒の席でバカ騒ぎしてるだけで一貫して冷めてる感じだわ。屈して良いんだよとか、ジャンは戻れよとか、たびたびマジレスぶっこんでくるからな。
あれ最初見た時フロックが雷槍の反動で外したと思った。で、その後のマガシュールだなを言って。狙撃キャラって好き。ホークアイ、メイリン、ガビ、エトク。だよな、サトリとかツインスナイプの人とか後方部隊の狙撃手の人とか。大学院生も最高だよな。ほぼ唯一のおそらく東の系統以外のスナイパーことサトケンじゃないか。ガビよくやってくれたが邪悪すぎる鉄兵を見る目でハンジーさんを見ちゃったよ。ガビはマーレの人間だし戦うのは当然だし戦績考えればマーレ側の英雄と言って問題ない。そもそもが生存戦争なのだからハンジはマジで邪悪裏切り者の売国奴で仲間売ってよくやったとか完全に頭いってる。しかもこれで裏切ってる自覚すらないクズ。自覚はあるだろ、泣きながら森で隊員売ってただろうが戦壊されたら元も子もない。このコメントがあんまり拾われないのが今のアニマンだな。あれひどい。アルミンたちよりも1世代上で、リヴァイ連れて追って殺した時に腹は決まってるだろうからね。なんなら王政編の時から、自分たちの考えと違うなら殺すし拷問するってのは通過してるし兵と稼いでるなーってのは理解できるけど、目的が何が何でも巨人を倒して壁外へから何が何でも虐殺を止めるに変わっただけで、ハンジずっとこうだったよ。さすがに鉄兵とは違うだろ。あのクズがハンジレベルで身を削ってたら、そこまで悪く言われとらんわ。ガビちゃんあの年でラスボスの首落としてるからな、将来が有望すぎる。主人公だよ。子供には健やかに過ごしてほしいおっさんだからガチガチの兵士として育てられて身も心も兵士に染まりきってるガビみたいな子見ると胸が苦しくなる。過呼吸にならないようご自愛ください。飛び道具、爆発、人数、デカさが強さに直結するって当然の話なんだけど漫画じゃ新鮮だな。ワンピースの大木にあるベルハテ？何のことやら。おめえミケさんと並んで普通の人間なのに有能すぎねって言われてるぞ。狙撃が優秀でマガと隊長も鼻が高かろう。マーレヘンドのおじさん、サシャ巨人かナイルエレンフロック矢印 NE わら。ガビは精神的な意味でもこの年でいろいろ経験しまくってるし成長したらとんでもない完璧人間になりそう。ファルコも巨人の寿命で多分先に死んじゃうしな、辛いことが多すぎて悟りまくりの大人になりそう。ガビ山先生って呼び方この子から来てるんだね。ずっとライナーでパンツガビガビにしてるからだと思ってた。通過すればのガビの打ち方かっけー。まるでどこかの義手に通し込んでそうな人みたいな AIM 力だー。初登場時はこのメスガキって思ってたのにガビ山先生があまりにもガビちゃんをいじめるから俺は普通だったのに、ガビちゃんの曇る表情を見て今大変なんだからなんとかしてくれよ。フロックのルックスが回を重ねるごとに上がってるのを見ると作者フロック好きそうではある。集合絵には絶対フロック描かないけど嫌いなのかどっちだろう。曇らせ要因。ハンジガビよくやってくれた矢印、さすがにドン引き。いや実際よくやってくれただろうがよ、ガビがやらなかったら戦破壊されてアズマビト含むみんな全員海の木図だったぞ。当然島以外の人々は全員虐殺 END。 よく考えたら今回で調査兵団の英雄人のうち分の1を仕留めてるんだな。そして本来チーム組んでやるはずの討伐数1も単独で達成しているという立体軌道ならリヴァイ、重火器ならガビってくらいの戦果。ハンジのセリフにうんってなってる人いるけど、個人的にハコンぐらい言いそう感ある気がするけどな。ザックレイ殺害テロからなんとか兵団まとめようとしているところからレストランのシーンだし、もっと言えばなんとか対話をって模索しているところでエレンが潰したのにフロック一派も関与してるし、で、何が正しいとかはともかく、ハンジの兵とフロック一派はしこたま稼いでるわけだから。さすがにエレンが対話を潰したとはハンジも思ってないんじゃないか。どの道皆殺し宣言でもないとマガトと組むこともできなかったろうし、ただイェーガー派の中でもフロックが一番ハンジの兵頭を稼いでたのは間違いないだろうが。そういえばハンジの前でキースがクマにボコボコにされるのを主導したのもフロックだったから、ハンジからの好感度は最悪でもおかしくないんだったな。こいつの脳はサシャにやられちまった。あの腕前はマガト元帥に育成されたと想像すると今月おつらい。この後肝心なところで失敗して一生後悔する曇らせ恋。思春期が訪れたために体調が狂ったのが原因とか。これは進撃界の下平平やもう少年兵かつ女性、人種間闘争というとユドミラ・パブリチェンコだな。ファルコとガビだけは生き残ってほしいな。サシャ狙撃キャラを殺した奴が狙撃キャラなのか。正直イェーガー派の被害に対してアルミン側はおっさん二人以外誰も死なないから、弱い者いじめみたいでフロック側に同情しちゃう。イェーガー派の兵士の悲壮感漂う表情を見たらね、あいつらを倒しても爽快感はないよね。イェーガー派のリーダー副リーダー撃破したてとこ笑うんだが。
洗脳教育受けてる少年兵が自国に対して侵略行為をしている敵国の兵隊を殺したからってそれを未だに許せんって考えるやつマジで理解できない。順番が回ってきたってそういうことなのかね。人気キャラにも容赦ないね。下手したら拷問される順番まで回ってくるんじゃないかって思ってるよ。頑張れよ。何かを吐かせるためじゃなくて、ただ傷つけるための拷問したなされるだけの理由もちゃんとあるのが面白い。そこまで考えてやってたとしたらガビ山先生すごすぎるね。ガビに関しちゃサシャの時もフロックの時も一貫して立場通りの行動だからまあ良いとして、ハンジのガビよくやってくれたは地味にひでえなと思う。ハンジだからどうってわけではなく結局立ち位置と都合なんだなって思わされたシーン。立体機動も巨人もないんじゃ戦闘で活躍できないからそのうち巨人を継承するんだろうな。そう思っていた時期が俺にもありました。ガビはサシャを殺したガキだけどエレンはゾフィアを殺した悪魔だからね。戦場を経験してるから面構えが違う。でもこの射撃能力を活かせる敵はいよいよエレン一人しかいないんだよな。エレンの前では体が動かなくなるのはどうなるんでしょうね。早くマガジン表紙に出てた始祖人間帝のエレンみたいんだけどな。多分地上にいるでかい骨だけのもこれから地性巨人空ごとに完成していって黒いドラゴン風になると思うんだがニーズヘッグ。ファルコに襲われたピークちゃんがしこい。アニメが楽しみ。このキャラ大嫌いだし、作者も間違いなくガビにヘイト溜め込ませる展開にしてるから多分最後まで生き残って曇らされるよね。フロックのエルディアを救うのは俺だからの撃ち落とされた時の悲痛な表情で、ああマジでこいつは主役にも英雄にもなれないモブ側の人間が生き残っちゃっただけなんだなっていうのが改めて感じちゃってめちゃくちゃ哀れになった。